小山間沖縄8月8日から2015年3月30日は、日本の古典芸能評論家、学習院大学国劇部創立メンバー、伝統歌舞伎混和会会長、江戸官邸流書道家元、国立劇場講師、日本演劇工業協会理事、松竹古門、宗家神崎流理事、本名は小山明元、歌舞伎座や国立劇場などにおいて、 歌舞伎と文楽のイヤホンガイド導入の中心的人物として著名。東京都出身。初等科から大学まで学習院に在籍。戦後、川尻清志丹に指示、歌舞伎の研究をする傍ら雑誌、歌舞伎の編集に参画。1952年に電通に入社し、主に放送番組企画制作畑を歩み、1975年に同社を退職。 1950年代の芝居や落語の音源を所持しており、貴重な記録である。その後、難解な歌舞伎や文楽を感激しながら、解説を聞けるイヤホンガイドの導入に取り組んだ。独立して、古典芸能評論家、自称歌舞伎キャスターとして、セミナー講師、TV ラジオ出演、執筆活動などをした。また優勢賞発行の切手の大事を書いた他優勢。 審議会委員を3期9年務めた。一時期、渋谷で、両邸、小山邸を経営していた。ここでは、一流の名人の手芸を見せる趣旨で、竹原藩などの名人が来て、その手芸を見せたという。学習院高等科の文下交類では、小説家の吉村明と親友であり、共に中村主管の楽屋を訪ねたという。皇太子各皇族の感激に際して、 説明を務めた。2015年3月30日、肺炎で死去85歳。イヤホンガイド導入には反対意見が多く、実現は不可能とされた。傍役者からは説教されているみたい。いや、芝居に解説などいらない。役者の芸で見せるものだから脳書きはいらないといった意見が相次いだ。そんな中、 小山が学生時代から親しくしていた中村歌右衛門に相談をすると、これからのご見物には必要です。やりなさいという強力な後押しもあり、1975年11月歌舞伎座からスタートした。その後、小山は約40年にわたって歌舞伎同時解説イヤホンガイドレギュラー解説者を務めた。本人や長男体制生,生まれ NPO 子も環境文化。 研究所理事長は、その著書や、ホームページなどで、小山家の家系の一部を述べている。小山官王の父は、総理府世論調査所長、社会学者、立教大学の小山映造教授。三、沖縄の祖父、小山昭作は、複数の兄がいたため分家した。昭作は、陸軍士官学校に進み、日露戦争時の作戦参謀や法典軍政官を、務めたが、 召喚になることなく、陸軍大佐で退役。退役後は、国策会社、南洋企業社長に就任した。また代々、越後長岡藩の藩天意で、曽祖福山良雲は、尾形公安に学んだ、乱法意であったとしている。小山良雲は、長岡藩の抜擢画廊である、河合嗣之助と幼馴染で、親しかったとも言われている。 これに対して、長岡藩の原資料などによると、当家系は、半生目見え以下の足軽より、格下の執事であったが、新旧市として立身した家系であったことがわかる。長岡藩の名位とされる武氏、安田氏は400国以上が給付されたが、小山氏の家系は、15票の微録で、立身した後も100国台前半の給付であった。詳細は次の通りである。 1682年、藩主と越権を許されない格式の中間組に所属していた慶杯であった小山玄越が真実に長けていたため、わずか15票2人、タスクの微録を持って、ハリスとして召し出しを受けていた。小山玄越の第に慶杯から私分となり、藩主と越権を許されるが、馬に乗ることが許されない少祖の不評部隊に所属することになった。 中間組の補卒から、小祖の不評に転属したことは出世である。ついで、小山玄越の家督を相続した、小山玄良が立身して130国を給付され、異例の立身をした。玄越の孫の時代とみられる、長岡藩、漢方文言には、江戸上府として、小山玄心と見え、藩主の参勤交代に随従して、ハリーとしての役目を務めていたものと推察される。 時の藩主、牧野忠隆は大変ひ弱で、隠居後は江戸藩邸に暮らした。高山玄信はこのほか、正則、遠鏡の文言にも見える。高山玄越のひまごと推察される、小山玄亮が長岡藩中屋敷記録校長、1803年頃、成立に見える。高山玄越の夜しごと推察される、小山良意が長岡藩五家中府に見え張りにと中期があり、 七県、長東側に、屋敷があった。林家は、下界と大区である。この文言には、小山姓は一名である。小山玄越の雷孫と推察される、小山義秀が、長岡繁華中六校長に見える。この文言には、後に分家する、小山義隆が45人タスクとして記載されている。1832年、小山義隆は、長岡で、 初めて警視者の解剖を処刑場で言った。足軽、中間などの卒文を除き、一拭き死のみの表記であることは、仮採用的な意味を持つか、部屋積み身分での出資とみられる。小山玄越の根孫と推察され、小山寛王の祖,祖父である小山良雲が、長岡藩、安政文言に130国で見える。小山玄越の雲孫と推察され、小山寛王の祖父の兄である。 小山翔太郎が長岡氏族総名順に上司で見える。この文言には小山義隆の家督を相続した上司小山良慶と小山昌安60国の計算名の名が見える。上記の続き柄は兄弟による養子相続があった可能性を排除するものではない。ありがとうございます。